はい、今週は、ほかいうりの日ですね。はい。あ、はい、けましておめでとうございます。おめでとうございます。先週放送は、録音、収録だったので。そうですね。深夜になっての、スタジオは、今日、始めてですね。<laughs> そうですね。お正月は忙しかったですか。お正月よりも、その前の大晦日。はい。はい。はい がやっぱり皆さんお正月の時に備えるお菓子を買いに来られるので食べるお菓子というよりは備えるお菓子が多いですか備えたり食べたりされるお菓子が多いですねうん、うん、はいじゃあ忙しくそうですねただし毎年のパターンなんですね毎年おみそかは忙しくって、はあ、で3日間はもう久しぶりに休むみたいな感じでお今日のゲストもそういうお祝い事に の手前に忙しそうな人ですよねそうですね楽しみですねうちのお店ともすごい関わりのある方ですはい。はい、それでは参りましょう那覇町宝箱那覇町宝箱とは商店街で活躍しているお店の皆さんをゲストにお前にしていきます 魅力的な品揃え、専門店ならではの豆知識、個性あふれる店主の方々のお話を聞いてまいります。今日の案内役は、町川育ちのほかゆりです。ご紹介お願いします。はい、本日のゲストは、えー、宮城上商店の宮城明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますこんにちは。あけましておめでとうございます。あけましおめでとうございます。お願いします。 さまず最初に、はいあの、宮城上商店さんの、えっと、場所、どこにあるかっていうのと、どんなものを売っているかっていうのを教えてください、はいえー、当店は、えー、市場中央通りにより、えー、宮城上商店、えー、松尾、阿南市松尾2の10の20、えー、千歳商店街ビルに1階の方で、えー、営業をさせていただいてもおります。 うちのお店は結、えー、納品セットとかあと、成年祝いで、えー、使う十勝、えー、とかかじま屋の祝い用品を取り扱いしております紙商店の紙はペーパーの紙なんですよね。ねラジオ聞いてる人、はい、ちょっと、はい 神さんですねねそう結納品も和紙から作られていて水引きのもあも上質の和紙から作られているということとあと、青年祝いに関しては沖縄で特化している88歳と97のお祝いの商品を取り扱いさせていただいてます結構、店頭のお店のお店構え一番最初に見る正面も沖縄っぽい昔のながらというか行事ごとで使うような。 ものとかがディスプレイされていますよね。そうですね。はい、あのもうなんですかね、手作りのものとかもあったり、はい、ずっと創業何年くらいになりますか、えー。創業ええ創業はふ四十七年。で、<ー>まあ仙台あの今父親の後を継いで去年から、はい、じゃ私が代表になって<あ>今店を切り盛りしてるんですけれども、ねえー、はい、えー。復帰前のですね。はい。はい、ありがとうございます。 えっと、結構、この表の商品の中とかで、うん、宮城上商店さんオリジナルの商品とかもあるっていう話を聞いたんですけれども、はいはい、どういったのがありますか、えー、まずは最近あの赤きわしとかっていう。 沖縄のえば沖縄そばとかこの料理を食べる時に赤い先後ろ後ろが赤でで、先っぽが黄色のそう…布のなくなるって話だったじゃないですかそれがちょっとそのままの色使いで残したいなと思って菜箸を作ったんですねはいちょっと長めのはい持ってこればよかったですね大丈夫ですはい菜箸取り分け箸みたいな形を作ってもらっててこれがちょっと今 出たり。話題になって。はい。来てますね。あと、まあ、あの、瓶型風ののし袋とか。はい。沖縄の、その、熨斗っぽい感じで。素材を使。そうですね。で、まあ、あの、店舗で、あの、なんですか。待機中に全部。手作りしたり。っていうのもしてるんで。オリジナルになったりしてるんで。すね手作りで。手作りでやってるので。はい。これ、菜箸いいですね。菜箸、和菓子は、やっぱり、普段使いはもちろん。 はい、楽しいけど、うん、ちょっとおしゃれな時は漆の橋がある家もあるけど菜箸的に、えー、は何か取り,け取り分けするのには気持ちいいでですすねねそう今までなかったですよね、なかったです本当に、ちょうどテレビとかのメディアでなくなるっていう時くらいにいいタイミングでちょっと作れたんです、はい、たまたまなんですけど。はい 作りも早くてそれをちょっと今押ししたりしてますねそういったそのちっちゃいなんか一つ買いできるようなものから、うんうん、沖縄の地元の人が買いに来るような結納品だったり、ね、青年祝いの品物を取り扱っているということなんですけれども行、はい、事ごとに来てもらえるような形の,、うん、あの店舗だと思います。はいはい 最初にまず最初に結納のことをお聞きしたいんですが、うんはい、沖縄の結納って、どういう感じの特徴がありますか結納、うんまあ、品に関しては、9品っていうのは全国的大体一緒で、ですね、はい、であとは中身の方があがしっかり入ってる。 で、あと添えて持っていく、あ、まあ、お酒の方が青森であったり。で、添えて持っていくものが、あの、サータンダギーの大きいのとか、マチカジとか、カタラブっていう。うこの、添えて持っていくのが、ちょっと変わるような形ではありますね。沖縄独自の、その添えてお菓子。そうで、ね、お菓子盛りみたいなものが。そうですね。はい、ね。うん、あ、なるほど。結構結納も沖縄では、まだまだ、ね、強い。ですかそうですね。あのー。あ こんだけ人披露宴が多いんで結納しておくと呼びやすいっていう報告もし,がしながら結納、はい、してんで、はい、いついつ披露宴だよっていう話ができやすいっていうのもあると思います私結納経験がないんですが旧市だって例えばどんなものっまずは目録書、えー、いついつ結納を納めましたっていうことで<う>、えー、新郎さん新婦さんの名前と、えー、日にちが入って、はい、でそれに。 えー、納めるものの品物の箇条書きっていう形ですねあとはそうめんとかスルメとか昆布とかあ長野市末広、えー、柳田あれですねお酒ですねはい。 それも一個一個意味があるんですよね、うん、そ,そうですね<ー>それを、えー、放送してでまあ白木の台に乗せてそれをおゆさん側の方に挨拶とともに収めるっていう形なんですけども結構あの私も結野の話よく聞くんですけど、はい、沖縄の結野の特徴だと潮の満ち引きとか、はい、気にされる方が多かったりするんですよ、はい、あの環潮から満潮にかけてっていうので、はいはい 幸せが満ちてくるっていう意味があったりしますよね。うん、ねはい。うん、だからこれにはもうずっと伝統的なものなんで、うん、その時間がすごいあの決まってるっていうのがあって、ね、全部価値あっちゃうんですよね。そうですよね。ねはい。 いい時間はみんなやる時間ん、ね、みんな同じ時間帯でやるんで結構重なるっていう。<ー>対案で<や>その日でっていうとう、ねはい、週末の対案だともだいぶ重なりますし、<ー>まあホテルさんとか、うん、まあ自宅いうのも全部関わってはいるんですけど、ほぼ一緒な感じですね。<ー>はい。うん、なるほど。この辺も面白いところですね。すねだから日にちも決めるの大変。 っていうのもあるんですけど、沖縄同士だと結構すぐすんなり、うん、だ県外の人だとなんだこれっていう話にもなったりする。んで説明,から説明から入らないと。なるほどね。ちょっと。大、ね、変ですよね。結構お客様から、そういういろんな質問とかが多いですか、ね。か多いですね。うん、はい。ちょっとホームページの方にも、携帯の方の、載せてるので、はい、ダイレクトで。まあ、県外からいらっしゃるお客さんとかも。はい。特にも、それだと、ずっと。 あの説明していいいいかないといけなとけんでうっすらも入ってないんで<ー>、はい、サラダハンダギー松風のああいうのは何なんだろうっていう、はい、サーダハンダギーの説明から入るとちょっとしっとりしてサイズもどう <laughs>、まあ、握ってもいいですしねとか松風なんかだとどういった味するのとかってイメージ的には雷おこしのちょっとひねってっていう感じなのかなとかっ自分なんかで。 わかりやすすすいに説明はするんですけど、うん、今の話のこのお菓子盛り、うん、お菓子を飾るじゃないですか、うん、それの意味とかもしよければ教えてください、うん、サータンダギーとかあサータンダギーは、えー、女性は表すって聞いてました、うん、であと、えー、カタラハブは男性で松風は結び菓子っていう松風って書いて町家事っていうんですけれの えー、父親とか、まあ、おばあちゃんなんかから習ってるものなんですけど、はい、今はねサーターアナギってなんかこの割れると笑う服がくるとかっていう感じで受け取られてるのでそれでもお祝い事に必要なものだと思ってるんで、うんうん、有能だけじゃないんですよねなんかいろいろなお祝いに使われるっていうのは沖縄であるので、はい、こういったのはなくさないでずっと続けていってほしいなと思いますね。うん ここで一曲挟んでまた後半お話を聞きたいと思います。曲が入ります。はい、引き続き市場中央通りの。 宮城上商店の宮城、明さんのお話を伺ってまいります。はい、よろしくお願いします。先ほど結納 <laughs> の,の話をちょっと聞いたんですけれども。その他にも、あのう、青年祝いも取り扱っているということで。青年祝いのその沖縄の特徴、八十八歳、九十七歳のご説明を教えてください。はい、はい、ええー、まあ、沖縄のお祝いって、十三歳祝いから始まって。はい、で。はい プラス 12, 12, 12で、はい、青年祝いがあるんですけどその中で沖縄のあっ成、えー、年祝いで飾り物、はい、お祝いで飾るものっていうのが88の十日地からっていうことでそれをはあの竹竹をまっすぐとかで節目があるとかっていうことで。 あのー、3本の竹をざる、えー、の中に入れて、はい、あ米をざるザルの中に入れて違うなざるの中に米を入れて <laughs> でそれをす、はいあのー、えー、一緒マス五合、はい、マス一合<ー>マスあるそのマスに、えー、ですくってその上を平らにして8 8八8八の8八合のお米をざる<ー>、えー、の中に入れてその上に竹を刺す<ー>っていうのが。 飾り物八十八十カチの飾り物になりますね、はい。これ沖縄ならではなんですか。沖縄ならでは,では,ではそもそも八十八のお祝いがないからね。あ、そうなんですね。大体え、じゃない。八十八があって八十五がないんです。五がないんですよね。八十五も八十八もあるんですけど、これ一緒にしてるっていうかあの間違ってる方も多くて八十五は十二の。 ああ十三歳祝いからのはい。そうですよね。八十八はまあ全国的にある統計です。飾り付けっていうのは沖縄だけだと思う。はい。ああそっかそっか。はい。その後のあごめんなさい。そもそも成年祝いってことは沖縄来て初めて聞いたんですけど。そうですよね。そうなんです成年祝成人式の成年の祝いだとずっと思ってたら、えなんでおじいちゃんなのっていう生まれる年って書くんですね。はい。それがそもそも 沖縄はそういうのを、ね、県外ではあんまりお祝いしない、うん、あと88や99とかそういうのはしますけれども、うん、毎年毎年13歳から区切りをつけるなんてない、ね、そうですね99も沖縄なくて<は>白寿がないんですよねその、えー、99がない代わりに、えー、97の鹿島屋っていう鹿島屋はあのー 方言で風車を読みするんですけどそれを飾ってまあ同志に戻ったりっていうことでそれを孫やちゃんちゃん子とかそうですね、あのー、あ、ちゃんちゃん子は六十歳か60歳なんでしたっけあれはリン型の羽織は、はい、はになりますね赤ちゃんに戻るんですねそうだねそれがもうこの二つがもう飾り物としては沖縄の青年祝いおじいちゃんおばあちゃんの祝いではありますね<ー>ちなみに青年祝いは沖縄方言でなんて ですねとしびっていうのもびねよく聞きますよねとしび遊泳とかっていうことで遊泳がお祝いとかっていうそれにあやかってっていうことでまたみんなに配るあやかり昆布とか結構北部とか上に行ったりなんの島に行ったりしたら何ですか スポーツカーみたいな乗ったりオープンカー、トラックとかね、やったりする人もいますよね。それだけやっぱりあのたくさんの人に祝いってもらってるっていう、まあ長寿をあおじいちゃんおばあちゃんを大切にしてるっていうのはあると思います。そうですね。沖縄ならではですね。親戚だけじゃないので、そうですよね。その街全体でお祝いしてるって感じがやっぱりありますよね。あのそれもなんか九十七の方はなんか。 十字路をずっと、えー、巡っていくんで、まあ、本当に全然知らない、はい、まあブラックではないんですけど、はい、こういった形で回って、はい、で、うん、歩道にいる人なんかにみんなに配ったりっていうのもするので<ー>、はい、結構大規模ですね。そうですねこれはまた時期とかもあるんですか時期は旧暦の8月8日が10日し、はい、9月7日9月7日。9月の7日 が、梶間屋になってます<ー>、はい。これももう一斉なので、集中するんです、ね。沖縄 <laughs> のお祝い、集中、<laughs> いはい、集中するんですよね。確かに。で、結構います。はい、長生きなおじいちゃん、はい、おばあちゃんがたくさんいる、はい、ます、あえー。おばあちゃんが多いかな。ああ、そうなんです。八十八までは十分できます。え、本人が、はい。よく、よく、あの、さい、支払いも。 本人、すごいですねお祝いされる感じじゃなくておじいちゃんを握ってる来店はあまり見かけないですねおばあちゃんっていうか女性はすごいなと思ってまだキープしてますもんね女性は長女の男性はちょっとずつ落ちてきてますけどね。少し話が変わるんですけれどもはい、昭さんはもともとこちら えっと商店街の出身で、はい、生まれも育ちも、ね、店舗の上が、うん、自宅になっていました。あそうなの。あいましたいます。はい、あのー。昔の何かエピソードとかあれば教えてください。う,ん、うん。まあね、<laughs> えー、商店街が、えー、あ商店街というか物心つくときにはアーケードがなくて、はい、で。うん アーケードがないときにはちょっとボール遊びでちょっと上にボールを投げて遊んだりこ<れ>、まだ、あ、商店街の中でやってましたね。ね、はあ、怒られそうです。はあ、もうかなりおじいちゃんおばあちゃんは怖かったんで指導してもらいましたね。小学校の頃ですか小学校、そうですね。小学校中学校上がる前。 アーケードのない時期っていうのは私あんまりイメージなくてな、うん、すごいすごいなと思うんですけどいやでも大変な時が多くて<ー>多分雨降ると氾濫もしましたしうん、うん、で店開けられないんでやっぱもう多少閉めたり、うんうん、で先ほどっていうかあの雨をしのぐためにビニールあ、うんでしたっけブルーシートとか、うん、建物から建物に。 引っ張ってみたりっていうのは、ね、そうですね、はいうん、雨風しのげるような感じで工夫してみんな商店街の人がやってるっていうのは覚えてますね。<ー>はい、そこからアーケーケドってどれくらいで、うん、それだけはあんまり覚えがないんですよねただ道がかなり、あのー、あずっと工事があったなっていうのがあって、はい、でちょうど中学校なんで。うん 家にいないなってって,っ,<笑>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 っていうのもた、まあ、暗いろんなところで遊んでてそ,うそうですね, <laughs> ですね <laughs> だイメージはあんまりないですか長い時間かけて舗装から全部やってるのがイメージはありますけど今年またそのアーケードがね、うん、なくなっちゃうかもしれないっていうのもあって、ね、<う>今ちょうど、えー、建物のあ宮田ちゃん何かな公設一場,場の反対側の方,側の方は なくなってますもんね、屋根じゃないアーケードなくなって、見えますすもんねねそうでやっぱりあったほうがいいんじゃないかな、空が見えるのもいいかなと思ったんですけど、なんか透明のね、アーケードがあったらいいなって、今だったらできるかもしれないですよね、もう全然技術あるはずなので、同じぐらいでできるんだったら、透明の空も見えるし、雨もしのげるし、涼しいでもあるっていう感じにしても、だったらね、一番いいかなって思うんですけどね。 さんの,このお店以外の活動で中央通りのな活性化というか中央通りを盛り上げようみたいなものであの最近試みたものがあるって聞いたんですけれどもあ。あるっていうか、はい、あのちょっとあまり私ね、うん、店舗にいない時が多いんでやれることしかできないんですが、はい、店舗の前,向く前、えー、店頭の方にディスプレイを設置してちょっと 案内できるような感じで、はいえー、ムービーとで道案内をさせてもらっていますこれは通りの案内ですか、はい、そうえ通りの案内うちの店舗からのま、えー、っすぐ行くと農林市場ですよって右に行くと国際通りですよ<ー>左行くと壺<ー>、えー、屋ですよっていう形の案内 と、あとはムービーは市役所ゆっくりさんから借りてます。ということで、ゆうりちゃんが出てるやつ。私が出てます。見に行ってください。もう、それなかったら借りれなかったはずなので。ありがとうございます。はい、そういう試みもされているということで。はい、では、えっとですね、宮城上商店さんの営業時間と定休日の教えてください。はい、営業時間は、10時から、7時。 ええ十九時までの営業時間となっております。はいえー、定休日は、ねえー、定休がなくて不定期で、はい、も、ま、う、あ、ほぼ年中無休でやってます。ね、はい。すごい、ありがとうございます。はい、では最後のご質問に入ります。最後にアキラさんにとって町側とは何ですか。ああ<ー>、はい、生活する場所で、うんあとはやっぱ楽しいところなのかな。 っていうものとで、そんなに何っていうのがなくてうもう普通に暮らしてる<常> <laughs> ところでしかないので、うんはい、それがもっと盛り上がって、うんはい、人を呼べる、ねねうん、場所になってもらえればいいかなって思います。はいはい ありがとうございます。ここでお知らせです。那覇町間ファンクラブでは、那覇町を一緒に応援する会員を募集しております。ホームページから入会の登録ができますので、那覇町ファンクラブで検索してください。入会記念会費は無料です。ファンクラブの方には毎月1回メールマガジンで情報をお届けしております。みんなで那覇町盛り上げていきましょう。 はい、本日の那覇町宝箱のゲストは、宮城上商店の宮城明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あり,したありがとうございます。 那覇町グッドニュースこのコーナーは街の中で起きているグッドニュースをお届けするコーナーですリスナーの皆さんからのグッドニュースのお受付もしておりますさてオレンジ版のグッドニュースなんですが昨日緑ヶ丘公園で星を見る会の準備会があったんですけど都会でどうやって綺麗に星を見るかっていうのをかなり綺麗に見えましてですね、えー、いろんなことを知りましたこの 双眼鏡で星を見たら全然肉眼で見えてない星も見えちゃってすごいいい経験をしたのでこれまたえー後でお知らせしますがえみんなで。 見るって会があるので、ぜひ来てください。そして、今日のグッドニュースのお届け人月一月初ですけれども。町が案内所ゆっくりの金城忍さんです。はい、こんにちは。あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。そうだ、萩さんと、あ、オレンジマンさんと。今日、今日そうですよ、だけましてです。お正月いかがでしたまあ、正月はもうゆっくり、今年は、まあ、一応、ま ね、あの去年、私、あの結婚っていうのがあったので、両、はいはい、あのう、ー、ち、ね、あの,両家の挨拶とかしましたよ、ち、はい、ゃんと。挨拶行って、はい、れいに、中身じたくさん食べてくれるんですか、いろんなところ、まあ、ご飯まあご飯食べるところもあるし、もう,もうすぐとととと引き下がってくるところもありましたけれども。<ー> <laughs> 去年までの倍の会場を回るってこと、はい でもそうでもなかったんですけど 1,、一二二三箇所、ちょっと増えたぐらいでもあったんですけども。でもまあちゃんと挨拶できたので。はい、よかったかなと思っております。踏まえて。グッドニュースをお願いしたです、ね。あ、グッドニュースは、はい。そうですね、グッドニュースなんだろう。えっ、ー、と。スターウォーズ見てきました。はい。面白かった。へ<ー>やっぱりね。これ。今。エピソード何なんでしたっけ。はい、エピソード。 九です。はい、まあ九なんですけれども、えっ、ー、と私実は今回初めて 4D 見ましたよ。おおはいお、はい。これも映画じゃないですね。映画じゃないって何。映画じゃない。これあんまアトラクションです。そういうことね。もうもう 4D で見たらもうこれはあの映画って、映画を見るという感覚よりも、なんだろう一つの乗り物に乗るような、そう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 遊園地に近いってこところね。そう。で、<ー>あのそれぐらい 4D 結構揺れます。うん なるほど、はい、揺れるし水もプシュってかかるしは<ー>あの濡れたらまずい洋服だとまずいかもは<ー>、はい、あとちょっと年配の方はちょっと危険かもは多分小さい子も多分身長制限あったかもしれません、ね、はい<ー>まあそれぐらいまあ,のあの、はい、ぜひ1回は 4D も試してただ私も1回は 4D も試して。 1>, 1回でいいかなみたいな感じではあるんですけども1 <laughs> 回はストーリーしっかり出すために、ねはい、普通の映画館ということもあり得る、ね、まあ次はまたアイ「アイマックスでしたっけ、はあ、あのちょっと画面が大きいタイプのですねあ、はい、まあそれでも見てみたいなっていう、ね、やっぱ「スター・ウォーズ」はんだろうキャラクターもいいですしんだろうなやっぱりもうずっと見てました「スター・ウォーズ」飛飛び飛びですかかねあ<れ>頭ぐらいいなみたはいすいません そうなんですか。あ中抜けでほとんど知らないですね。すあそうなんですね。はい、まあ私が六歳ぐらいから始まってはいるので、もう四十年近く。フォースの力とかそういう壮大なですね。はい、はい。まあ四十年近くね続いているやっぱり映画ってなんだろうやっぱり期待もするし、やっぱりあこう来るかとか。ですよね。なんかキャラクターあーこのまあ反則路が出てくるんですけどちょろっとまあちょっと。 ここで出てくるんだみたいなちょっと涙するみたいなところもあったりとか結構やっぱりね面白いたですねあのまだ見たない方今年ね正月なんかいろいろまた映画たくさんやってますのでぜひ見に行っていただければと思いますといういつものような長めのグッドニュことですはい。じゃあ早速ですがゆっくりからお知らせお知らせといたしましてえっとまあ早い 話では、1月11日土曜日ですね、もう明日明日ですね、日です10日だからえっと、つぶや博物館前にいて、10時半から餅つき大会ですね、餅つき大会ありますよね、そして続いて、明日なんですよね、ちおけいどおりは4時から、夕方4時から、純烈堂前でやりますんで、いいでぜひ、餅食べのはしごをしてほしいですね。午前中は つば、えー、博物館前に行っていただいて、はいえー、夕方になったらまたいそいそとずっとどでずっとどうってもらう <laughs>、はい、どれぐらい結構人数振る舞うんですか、えー、？40キロしたかなかな？40 40キロ,30キロだったかな？あすごい結構でもす何回も結構なあれですよね。一、えー、回持ち着いてつくつくのは一回,、ね、回ですよね。うん、うん、それは食べなくてあとは振る舞っちゃう、はい、全部。このちっちゃいのはどうやってたキナコかあきな？キナコか何かで 食べるんだと思うんですけどもはい。普通は昔なんか前菜とかありましたよねそうなんですよ、えー、きなことあんことかな今回も、はい、前菜頼んでたお店がやんなくなっちゃって 昔やってましたよね。前全財提供もしてたんですけど。やってましたよね。あでもやっぱりもうあんこと、あでもあんこもいいですね。きのこと。平和通りはどうなんですか。え実はですね平和通りはえっとこの後がまだ言ってない。はいこの後はいえっとこんえっと今回ま平和通りは1月18日土曜日。来週の土曜日ですね。来週の土曜日にえっと2時からえま3年目かなえ今までま平和通りも餅つきだったんですけども3年前からの 新春餅振る舞いということでい、はいはい、餅を振る舞って歩くっていうはい、やっておりましてはいでこれがですね2時からで今回はですね実はえっ、ー、とあのサンバダンサー率いる餅振る舞いということで<う>結構わさわさと、はい、わちゃわちゃと獅子舞いとかですね、はい あのー、あとは三振あのー、またブラジルとかの、まあ、留学生の方がまたいるんですけども、はいうん、その中で皆さん、えーと、踊りやってたりとか、はい、三振行けたりするんですよ、でその三振行きだから、<う>サンバが踊って、あの持ち振る舞ってるっってていうすごいですね、<laughs> まさにチャ,、まま、ャンプルー的な、はいまあ、それにトランペットも入ったりするんですけども、<う>えー、そんな感じで楽しく。 にぎやかにですね、はい。あの持ちを配ろうと思ってますので,いいです、ね、来週にえ来週土曜日ですね 2>、はい、の2時, 2> 2時。はい昼2時からえ配ります。大体1時間ちょっと2時間はかからないと思うので。スタートどっち側から配るんですか。えっといつもですね三越ああ無の三越側、はい、今のれん街になってますけれども、はい、国際通り側から国際らえそのまま下って でえー、平川、まあのはい、花笠食堂のところですね、はい、花笠食堂を右に曲がって,って、はい、で公雪市場の前まあ旧のですね、はい、あの旧というか今取り壊しの、ね、最中ではありますけども、はい、その公雪市場の前を通って津波さんのところを、はい、通って,、はい、通ってそこからまたくるって回ってまた。 平らかってまなくなっちゃったところですね。あ、そうですそうです。ないところもと。あそこも実際平和通りなんですよね。そうですよ。五分会五分会平和通りから右に曲がっても平和通り。そうなんです。よ五分会って言うんですけど、松本商店さんとかね、かる葛藤市が売ってるところなんですけども、まあそこを通過してでまた戻。 ででそれから、えっと、ゆっくりの前を通って、はいえー、雑貨部の前を通って、医療部のお姉さん方にもう持ち配りながら、<laughs> はい、最終的にあのえ池原タオル、ま、サンライズの入り口のほうまでですね、はいはい、配って歩くという、はい、流れとなってます。時ぐらいに行く人は 国際通り側でいちょっと遅れちゃったっていう人は急いで追いかけ,いいか追いかければ全然たぶん1時間ちょいはやってはいると思います、はい、2>, まあ2時間はやってないので、うん、まあできれば3時までにですね、はい、あの平和通り会話に来ていただければ、えー、皆様餅をですねいただけるかと思います、はい、まあ新春の餅なので、ね、縁起じゃないですかそうですよね商売ね商売繁盛、ね、皆様の健康も、うんえー、あります健康祝ったりもしてますのでぜひ、ね、こういった えー、餅振る舞いだったり、餅つき、ね明日はつぶや博物館、はい、沖合通り、ンク、はいえー、堂前ですね、で来週は、えー、ぜひ平和通りに来ていただいて、えー、なんだろうな、楽しんでもらえればと思っておおりまますすし願いあとですね、はいえー、実はあさってはまた1月12日、日曜日、サンライズマーケットがあるんですよね、サンライズマーケットが10時から14 16時まで、も何回目ですかね、えー、サンライズマーケットも。うね、もう結構安定して 安定してますよね結構いろんな、ね、たくさんの方が来ていただいて盛り上がってるね、うん、サンライズなのでぜひまだ来たことがない方はですね、はい、結構、えー、ねいつもは町側にないお店が、ねうん、募ってこの日だけあのー、お店をですね屋台として出してもらって、ま、出しますので、ま、近場に、ね、住んでらっしゃる方はなかなか普通ほら読谷だったりとかね茶谷だったりとか。ら来て ねはいはい、結構遠いところから来られるかあの出展される方も多いのでこういった時に是非機会にですね、えー 十二日日曜日はサンライズに来ていただければと思いますあ,、はい、あとノーレンプラザのイルミネーションもやってるみたいなんですけどなるほど沖江、OK、通りもまだやってますからねあ、沖、OK、江はいつまでですか、はい、ええー、四十日間って今月いっぱいぐらいあ今月いっぱいぐらいまで、はい、ノーレンプラザもなんか三二月いっぱいかなね、うんうん、まだやってるみたいなのでぜひまだ、えー、もうクリスマスは過ぎてますけども、はいね、ちょっとやっと,、ね、やっと寒くなってきましたね ね、なんか涼しくなってちょっと冬、秋みたいなね <laughs> 冬とは言えないかもしれないですけど、ね、なんかそんな感じになってますのでぜひそういったイルミネーションを味わうのも、ねうん、いいかもしれませんよね、ねたまには。いいとと思います、はい、あとお平和通りりの入り口に、うん 横断幕ちらっと見たんですけども。そう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 。えっと、実はですね、あ、これ話しましたっけ、あの。十二月の頭にですね、平和通り、あの首里城。まあ、あの、まあ、首里城がね、あの、総募金活動、はい。あ、そうか、この間、来た時、話はしましたよね。なの、まあ、首里城再建を願ってですね、あの、みんなで。寄付金集めたんですけども、あと今回はですね、商工会議さん、商工会議所さん。 にとですねまあコラボというかでああのまあ、平和通りの入り口にですね、はい、今、小田幕を貼っております、はい、でまあこれは何かというと一応、の組合ではですね、はい、募金箱を設置しておりますので、はい、ぜひあの寄付、えー、いただける方にはですねあのこの募金を募るということでうん、うん、あと、公設市場も第一橋公設市場にも募金箱を置いてたりもしますし、はいうん、通りは,は置いてないですあの。 えーとあと平和通りの雑貨部のですねあのー、美さんがやってる安田くん<う> <laughs> の隣にもあの雑貨部のあの募金箱この手里城のですねあの再建の廃棄<ー>、はい、付金の募金箱も置いてますのであと骨折市場多分2階の飲食ブースのところに置いてあったと思いますあと平和通りは、えー、平和通りの事務所がですねえー、ちょうど雑貨部の隣のヨヘナ商店、はい カスリ屋さんがあるんですけども、はい、そのヨハイナ商店さんの2階にあの事務所があるんですけども、はい、そこの2階に 2> あゆっくりじゃなく、はい、事務所で,で、ねはい、あのそこにですね事務所に寄付あの募金箱を置いてますのでは、はい、ぜひあのもし町側に来てですね町側に遊びに来たついでにあなんか寄付したいなっていう方がいればです、ね、ぜひ募金のほどよろしくお願いいたします。いますはい、あのーうん、このこ間 さっきの松本さんあったり『商、はい、店の前を通ったら青空見えてドッキリしたんですけど、はい、<laughs> そうですね,ねやっとなんか本格的にア、ね、ーケードねくいう感じすね。ねっていう感じになりますね。ねあまあでもたまにはさっきねあの宮城さん言ってたんですけど、はい、やっぱりちょっと明かりね太陽が入るの入って見える青空というか、うんね、今まで見えなかった青空が見えるっていうのも、うん、なかなか落ちというか、うん。ねちょっと えって驚くけどこでも、ね、もあります、ねうん、でもただやっぱり実際にね商売される方にとってはやっぱりね、あのー、お客様がやっぱり雨降ったりすると、うん、ねどうしても歩かなくなっちゃうので涼しい今の時だから太陽ありがたいけど、うん、そう真夏の暑い時に。これ真夏大変ですよ 何もななないとどどううるるの雨雨梅時あとまあ商品も焼けちゃうので、はい、やっぱそういった意味では本当にアーケードってやっぱすごいんですよね守られているというか、ねうん、なかなか当たり前のようにアーケードがあるとあこれがあるのが当たり前って思っちゃうので、はいね、な何も考えないんですけれども、うん、まあ実はでもこのアーケードを建てた、ねまあ、先人というか、ね、うちの母ちゃんたちもそうなんですけども建、はい、てた ね、方がいらっしゃるんじゃないですか。はい、ね、そまあ、偉いなと思うよね。あの、<ー>あの時。みんな自費でみんな出してるからね。自費、ね、で、数百万出して、みんなね。ね<う>面積に合わせて、この間口に合わせて、なんかあれなんですけど、<う>すごいっすよね。これ。あのパワー、なんだろうな、こうやってやろうぜって言って。どね、あの、役所ともいろいろ話ししながらだと思うんですけども。ね、それでも役所にけんけんがくがくしながらでも、いい,いやる、作るみたいな感じで。はい、作っちゃうわけじゃないですか。 これ、たとえ自分のお店、作ろうとしても、うん、隣の人に、何百万出しなさいって、なかなか言えないですよね。ねそうですね、でもなん、中、そう、みんなでやっぱり、足並みを揃えるっていうところで言うとですよ。<ー>今、それができるのかなって、ちょっと<ー>、クエスチョンありますよね。うん、で、まあ、ね、やっぱり、昔の、で、あの、昔よかったら、やっぱり。ね、一階が、お店、二階が、住んでたりとか、っていうところで、顔が見える、要は、ね。 あの誰がやってるとか、はい、で子どももいるし、ね、あの子どもが歩いててもさどこどこのお店の何々ちゃんみたいな感じで分かったりもするのでああ地域で育ててるってなので地域で盛り上げるっていう気持ちが横の、ね、みんな一緒なんですよねああお客さんをもみたいなね雨がしのぐためにどうしようとかすすごいっすね,ね、まあ、そういった意味ではああまあ一致団結っていう力というのはやっぱ昔はすごかったのかなっていう感じしますね。ですねでも平和通りの、うん 逸話というか、うん、このサンライズ新鋭通りが付、はい、く補助金で作って、うんはい、それは平和通りもできたけれども、うん、期間が1年とかかかっちゃうそんなの待ってらんねえよ <laughs> みんなで出そうよって言ったとか,いい <laughs> で,かでも本当にあのー、みんなあの時も景気も良かったのもあったとは思うんですけどんなんだろうで、まあ、出さないとこもいくつかあったっていう話は聞いてはいるんですけど、ね、でもそれでももう。 だったたらいいいよみたいな感じで出せる人だけ出せみたいな感じでねそれをまあ足並み揃えてでも引っ張っていくリーダーもいたっていうことですよね、そうですよねそこには。それをちゃんと考えて建設、どういう建物どういったアーケードを作ってっていうのをやれる人もいたしねなんかそうやって考えるとそれぐらいの力というかなんか盛り上げていこうぜみたいな,なんていうの一団結が今の町にも欲しいかなと思っちゃいますね、は。い 今年はなんか目標ありますか。うん、あ今年の目標はですね、はい、去年もそうだったんですけど、実はあの内田口もっと勉強したいなっていうのがあって、はい、で。 まあ、学生さん以外の役をするってことですねそうまた今年も実は3月1日あのかの一本松ありますんで、まあ、ぜひあのチャター2来センター、はい、3月1日あの日曜日ですね、はい、<laughs> じゃあちゃっかりあの告知させていただきましたけれども、はいまあ、そういったのも、まあかの一本松っていう、まあ、お芝居通してですねやっぱお品口を、まあね、勉強をしてやっぱりなんだろうアイデンティティっていうか自分は、ね、<ー>どこにいるんだろうっていうところも首里城のこともあったんですけども。はい まあちょっとやっぱりうちだちも喋れるようになりたいなと思ってですね、うん、今回今年は講座ほう、はい、に通おうかなと思ってます萩さんは私はそこは行かないかな <laughs> 萩さんもともとどこ出身であじゃあ北海道出身じゃあじん俺じん北海道弁みたいな北海道弁は多少はできるベサーとかです、ね、ああベサーですか、はい それを勉強したいとか何か勉強勉強まではないの沖縄方言とはちょっと違いますよね<ー>語尾だけ違うとかそういうのなのでちょっとそこまで大きく違うなんか出てないですからねうそうなんです、ね、ほらあアイルの言葉とどうなんですか、まあ、それはまた別世界ででもええー、都市名都市名市町村名おと、はいねップ村とかそんなのは アイヌの言葉が、ね、残,残ってたりするってことですね私の実家のあるハッサムっていうハッする寒いところって書く本当に寒かったんだな昔からなんて地名は、はい、その辺は全部アイヌの言葉ですけどね、まあちょっと頃どころにやっぱりアイヌがの,アイヌの言葉残ってたりはするってことですねという感じでお時間が参りました、はい、まあ、またまた時間が。はい。今日、はい、のグッドニュースのお届け人え<っ>、えー、今年初めてでしたね町側案内所ゆっくり金城忍さんでした,あり,したありがとうございますありがとうございます はい、ここでオレンジマンとほかルの間違情報です。 えー、さっきのグッドニュースで頭で話した図星空散歩っていうのが緑ヶ丘公園、はい、星空散歩、はい、1>, 1月25日土曜日6時半から緑ヶ丘公園のくも地虹色館でやります<う>星空案内人、はい、星空ソムリエの方が昨日もちょっとその事前研修をしてきたんですけど、はい、星ってどうでで<星><意>ですす星よ、うん、あ得意ではないです 好きではあります。まあプラネタリウムもあったりするんですけれども、はい、私も好きでヤンバルとか離島とか行ったら比較的暗いから見,るのあ見えますよね。楽しくてたまに那覇でも全然見えますよね。で、えー、きでも照明が多かったり、うん、これ光の街って書いて光害っていう,いうような感じで、ね、<ー>これは、えー、そんな話も勉強させてもらったんですけど。はい この明るくて星が見えないから害だよ、はい、って言ってるわけじゃなくて動物とかが昼と夜が分かんなくて成長が分かんないとか<ー>季節感が分かんないな太陽どっちから出てるのとか見つか勘違いしちゃう、うん、なのでそういうので体調を崩す動物がいたりするのが害うん、うん、光の害とか光害,害があるんですって、うん、だからそんなのも勉強させてもらったんですけど。 暗いながら明るくて見えづらいながらも、はい、解説があると見えちゃうというか、うん、<ー>漠然と見ると何にもないんだけど、はい、この星の3点4点をつなげて「何々座」だよって聞いてからだと、はい、ググッと目に入ってくるのがそうす、ね、違っできて個人的に私気になったのが「はい、散歩」っていうのが、はい。はい 星空ってなんか同じ場所でずっと見るっていうイメージがあったので、はい、その子で見てどの位置みたいなのを探す散歩っていうのがまた面白いなと思って、はいまううの、はい メンバー私も入ってるんですけど去年おととしから、はい、緑川が公園散歩っていろんなのをしていて、はいうん、昼間だとおネイチャーゲームっぽかったり、えー、写真をみんなで撮りましょうだったり、はい、夜は蛍の観察なんてのもしたんですけどあいいですねでまあ、公園散歩って名前でやっていたんだ今回も観察だけじゃなくて星空散歩にしたんですけど、うん、で、えー、見える場所 場所によってこっち側、木がいっぱいで西の空が得意な場所とこっちの空が得意な場所があったりして照明がちょっと少ないところで東の空、北の空冬の星座が見えやすいところとかそんなのを解説、散歩しながらしてくれるとぜひあったかい格好して緑ヶ丘公園に直接来てくださいね。はい、いありがとううござまも一つの 告知は。さっきしから。持ちきたいから、明日ありますんで、16時から、ぜひ、ジェンク堂前に来てください。さっき、宮城上店さん、上商店さんとは仲良しなんですよね。はい、もう、なんだろう、いつも、お菓子を、うちの町家事っていう、せんべいの、はい、お菓子を。卸してるところなので。おか、ええ、神谷さんにお菓子を卸して。さっきの宮城さんがお菓子好きだからってことですか。 いや、先ほどのこの飾るお菓子を天ぷら屋さんと一緒にこの惣お菓子をはいおろしてるんです。お祝い用のお菓子をそうですね。おみっ本人が直接買わずに代理店業をしてるとか、コーディネーター業されてるですね。そうですね。そういうことですね。で、ホテルさんとかでやる方も多いので、はい、そこに降ろして、あの宮城さんが配達してくれるんですけど、やっぱり最近は行事ごとが いろいろ多様化してきて、うんうん、いろんなニーズがあるなって思ったりすることも多いんですけどははねお菓子とかももっとこうしてほしいっていう声があるみたいでお<ー> <laughs> まあ、はい、サーターアンダギー一個食べると他のもの食べれなくなっちゃうからかもしれないけどい、ね <laughs> うん、ちっちゃいのとかそういうことですか あとはやっぱりそういうなんか残るものじゃなくて食べ物の方が上げやすいっていうのでなるほどね声をいただくことも多いですね、うん、はーい <laughs> お疲れ様市民って言うと引き出物みたいのもあるの,この引き出物もありあ、沖縄の引き出物みたいなのは昔は香川氏とかも あの砂糖菓子ああいうのもやっぱり使われてたみたいですね結婚式で配っていたというおはお祝いとかお祝い外しのイメージもありますね自分で買ってバリバリ食べる人も世の中にはいるんでしょうけどそうですねおやつのイメージじゃないですよねあんまりねまあそういったのも今後市場から。 新しい、はいはい、提案ができたらいいなっていうのを企んでます,いいですね。企んでください、はい、よろしくお願いします, <laughs>、はい、ます今、えー、モノレールにはもモノレールの曲が流れております、はい、あ、これ言うの忘れた実は明日なんですけれども 2>,、はいえー、2時から3時で緑川河公園の雲寺虹色館ってとこで、はい、このローズ大城を歌ってる本人が来てこの歌この歌は歌わないんだな 小学校の, 100, の心100周年記念の100の心を歌ってくれて<ー>私も行くんですけども、はいえー、成人式を迎える明日あさって成人式を迎える人たちがタイムカプセルというかこのーをオープンする、えー、100周年の時六6年生だった人たちが、はいえー、改めてカバンを開けてなんか思い出を<ー>そして次の日の成人式に迎えるなんていう会があって。 ローズお城にも久しぶりに会えるので楽しみにしておりますが、はい、いいですねははい。はい、えー。そろそろお別れの時間になっています、はいえー、今曲が流れていますがぜひ、えー、三重橋駅で降りて、えー、買い物をしてほしいと思います FM 那覇もいつも見学自由ですのでお楽しみいただきたいと思います町がミルク再発見那覇町ファンクラブ この番組は那覇町川連携プロジェクトの提供でお送りいたしましたはいそれでは皆さん今年もよろしくお願いしますはい